こんにちは、脂身長男です。はい、今日はね、ワークマンのお話ですよ。みんな大好きワークマン。よし、今着ておりますこれ、もう買ってからね3シーズン目ね、3回目の冬になります。吸湿発熱トルネードステッチ長袖 T シャツみたいな感じの名前でした。まあ要はね、ヒートテックね、ユニクロさんで言えばヒートテック、体のね、湿気、湿度を吸収して発熱にするというね。で、緩いコンプレッションがあって、このねステッチ、トルネードステッチが入ってるっていう、まあ長袖のねあったかいシャツなんですけど、これがすごくいい、着心地がいいっていうのもありますけどね、デブがちょっと痩せて見えるんですよ。本当に気に入ってるんですけどね、買った年が最後でね、もう販売されておりませんね。この辺のラインがいいんですよね、痩せて見えますよね。まあそんな話はともかくとして、今日はね朝寒かったんですよ。私はバイクで通勤するんですけどね、スーパーカブで出かけようと思った時がね、朝ついに10度割りましてね、8度でしたね。8度ね、朝8度の中をバイクで行こうとした時にね、ああもうこれ結構寒いわ、よし今しかないあれを今日下ろそうということで、あれを今日ね初めて来ました。そう、エアロストレッチアルティメットフーデッドパーカーです。なんかねものすごくあったかいだろうと思ってね、昼間が気温が上がる日なんかも多かったんで着たことなかったんですよ。今日初めて、袖通してねバイクで使ってきました。まあ、それをね、どんなもんか試すためにあえて、下この薄いね長 T 1枚で着てみました。まあ、神さん曰くそんなの寒いに決まってるじゃん、バカじゃないのってこと言われちゃったんですけど、バッカですって言いながらね、まあ、実験ですからね、デビューするためにあえてあったかさ確認するためにこの薄いペラペラの1枚の上にパーカー着て、着たわけです。まあ、ちょっとね今上に羽織ってみましょうかね。はい、着てみました。どうでしょうか。これがねエアロストレッチアルティメットフーデッドパーカーなんですけどね、いいですね。実はね本当にこれ良かったですね。まあ先ほども申しましたけどね、この薄いね長 T 1枚しか着ないで上にこれを着て、バイクでね気温8度の中を走ってきたわけですが、これがね寒くなかったんですよ。すごい、なかなかね思った以上の実力でした。はい。で、正直ね、首周りだけは寒かったです。というのももちろんこれね上まで上げてヘルメットかぶって走るんですけども、ここがね見えますかね、意外と広く開いてるんで、顎がすっぽり入るぐらいあるんですけども、まあ、今ちょっとねマスクが上がっちゃうんで下げますけど、よいしょよいしょ、風が通るときにねやっぱりその空間があるんで抜けていくんですよね。ですから首周りだけが寒かったなということで、ただこれはねちゃんとね今 T シャツですけど、ちゃんと襟があるとかハイネックであるとか服着るかネックウォーマーすることによって解決する問題なんで、全然僕は気にしてません。なんていうんですかね、シームレスっていうんですかね、縫い目がないし、とにかく空気が侵入してこない、防風性能がありますから、腕もね、胸もお腹もね全然寒くない、本当に寝袋に入ってるのかなっていう感じでね、朝の寒い風の中バイクで走ったんですけどね、これはいいですね。通勤バッチリ使えますよ。うん、以前持ってました例えばM1 タイプジャンパー、あれも同じく裏アルミなんですけど、あれは手首のねとこがそのゴムになってるんですけどね、ここね、そっから風すこすこ入るんで、バイク乗ってたらもう腕前腕が両方うわ寒いってなっちゃうから、あれバイクには全然使えないんですけど、これはもうね手首ギリギリまでも全部防風ですし、まあ絞りね手首もゴムで割と絞ってありますからね、まあグローブしますし風が入ってくることがないんですよね。まあ
120キロ、150キロ出しちゃ分からんですけど、まあ、スーパーカブで60キロぐらいまでの走行であるなら全然使えますよ、これ。多分ですけど、下にちゃんとね、例えばまあ、ブロックフリースみたいなあったかいシャツ着て、ネックウォーマーするんであれば、その2枚でね、12月、1月戦えるんじゃないかと僕は思ったりしております。はい。またそれは追ってね、レビューしたいと思いますけども。とにかくこの防寒性はね、すごいなと思いました。じゃあちょっとね、どんな格好だったかね、下がって全体図を見てもらいましょうかね。はい、こんな感じです。下がね、ウォームクライミングパンツだったんですけど、いいですね、これもいい。気温8度でね、バイクで60キロで走ってもね、全然戦えました。寒いなと思わないですね、本当に。これね、気に入りすぎちゃって、もう一本買い足しで買ったあのマイクロウォームパンツ、あれの出番ないかもしれないですね。こればっかり履いてます。ウォームクライミングパンツね、実はこの間ちょっと失敗しちゃいましたね。雨結構ザーッと降ってる日に、上が、防寒防水ストレッチジャケット、完全防水のジャケットだったんで、下もこのままでいいやって、そのままバイク乗っちゃえって帰ったらね、えらい目に遭いました。太ももとかね、硬い部のね、足の部分はもう水すごい弾いて、ズボン脱いでも全然濡れてなかったんですけど、ジッパーのところがね、たまたま上着で着てた上着から落ちた雨が股間に全部いっちゃってたみたいで、ジッパーのとこから雨が入って、もうお漏らししたみたいなパンツがめっちゃ濡れてたっていうね。まああれはズボンが悪いんじゃなくて僕が悪いんですけど、まあ、そんなザザブリの中で入っても、履いて走っても刺してというか、まあ足が全然濡れてなかった点はすごく評価できると思いませんか。すごいなと思いました。撥水性能いいですよ。まあ値段も安いですし、本当にウォームクライミングパンツは僕は本当に万人におすすめしたいなと思います。で、このね、パーカーね、いいところ追加で言うとね、やっぱりね、何回か被ってみたんですけど、フードがすごくいい。ちょっとね、このマスク被ってるとね、フード被れないんで一回外しますね。お前は誰だ？油見長男だ！知ってた？まあ茶番置いときまして。はぁ、酸素が美味しい。まあこれをね、上まで上げましたら、まあ、さっきねマスクしてたんでもう一回撮りますけど、ここがね本当に俺顔でかいし頭でかいんですけどね、こんなに余裕あるんですよ。だから逆にその風が吹いた時にこの空間からこの辺の空気が抜けて首が寒いとなるわけですね。でもまあ、ネックウォーマー、マフラー、ハイネック全然そんなんで対応できるんでね、いいかなと思います。でフードなんですけど、僕みたいにね頭でかくてもね、かぶって全然余裕があるんですよ。もう無理やりかぶるようなフードだとね、こうキュッと締め付けられる、押さえつけられる感じがするんですけど、これ結構持ち上がることもないしね、いつまでもかぶっていたくなるぐらいのゆとりがあるフードです。普通の人にはと大きすぎるかもしれませんけどね、まあ裏アルミですしね、これはねあったかいからいいなと思います。冬どっか寒いとこ出かけたいなっていう気持ちになりますね。よいしょ。で、まあ、4ミリサイズを選んだってこともあるんですけども、もうドピッタリですね。まあ意外だったのはね、まあもともとスリムな作りなんで、これを着てもね、そんなにそのなんて言うんでしょう、太って見えないというか膨らまないですね。下手なダウンジャケット着るともう雪だるまみたいになるじゃないですか。これ僕みたいなデブが着てもね、4L サイズなんですけどね、そんなにごつくならないですね。これ意外でした。いいです。やっぱりその値段がね素晴らしい。アンダー4000円でこれだけの服ね、出してくれるってワークマンはありがたいなと思いますね。で、今ねマイクつけてます。このジッパーこれもいいんですよ。これスーって
音全然ねじっとしないですけど、あえて音出してます。でもこれスーってね、軽いしね、ポケットしっかり iPhone 入りますしね、このポケット最高です、うん。で、こっちのねポケットもまあちょうどいい位置にありますしね、ポケットの中もあったかいから手突っ込む前提なら手袋いらないなって感じです、はい。でこのポケットの中のねベンチレーション、機能あるんですけど、これはまだ使う機会がないですね。バイク乗るときはもう本当にあの自分自身は発熱しないんで、体がね動かないから発熱しないんで蒸れることもない、でね、まあ、これは来て例えばせがれちんとね公園遊びに行って走り回るよなんて時に、ベンチレーション効果あるかどうか実験してみたいと思います。まあでも実際問題、動き回って暑い時って前開ければねいいだけの話ですからね、正直ベンチレーションはなくてもいいんじゃないかなと思ったりしております、はい。まあ防寒着いろいろ買いましたけど、これは本当にあのアンダー4000円で買える服としては歴代最高点を上げたい気持ちですね。色はいろいろありますけど、僕はやっぱり今でもこの黒を買ってよかったなと思っております、はい。ウラルミフラッシュね、いいでしょうこれ、いかにもあったかそうな感じがね、なんか遭難した時に脱いで振ったら見つけてくれるかもしれないですね、ピカピカ光ってまあそれは冗談なんですけどね、よいしょ。まあ今日ねそんなにまだそんなに大してたくさん来たわけじゃないですけども、バイクにね下薄着ね、この薄い長 T1 枚のみで気温8度の中でバイクに乗って全然大丈夫だったというお話でした。であとはこのマイクロウォームパンツが非常に暖かい、これも気温8度で十分戦えましたよというお話です。ちなみに明日ね運転免許のねあの更新なんですよ。で、これとねほぼ同じいでたちでバイクに乗って片道20キロね走って、朝8度以下になると思うんですけどね、ブーッと行ってみて、それでまたね感想をお話ししてみたいと思います。はい、戻ってきました、タイガーマスクです。タイガーマスク島次郎なんかよくわかりませんけど、まあそんなこんなで今日はね、ちょっと感動したよと、このアルティメットフレットパーカー最高だっていうお話をさせてもらいました。まあ、ワークマンに関してはねまだアイテムをご紹介するのが一つ二つありますんでね、また、動画にしたいと思いますんで、よろしかったらご覧ください。そしてチャンネル登録していただけると非常に喜びます。ぜひねお願いいたします。それではまた、アブラミー長男でした。せーよ。